There's a chance I'll never be one with my body. はい、今日はリセットデイということで、めちゃくちゃ心の奥底にしまっていた汚いエリアをもう徹底的にきれいにしたいと思います。みんなあるよね、そういう。みんなある、なんかちょっとここは目を向けられないみたいなエリアがあると思うんですけど、私にとってはこのアトリエの倉庫見えてるけどね、もう後ろにちょっとひどい、見せますね、ひどいんで。ちょっとさ、見てこれね、ひどいでしょ。これはね、画材が入ってて、でも取れないですよね、こんな上にいっぱいあったら。ほら、丁寧にアートマテリアルズとか書いてあるんだけど、何がマテリアルズだっていう感じで、これはなんか工具とかも入って、何のティッシュごめんなさいね、本当に。あとこれはプリンターですね、スキャナー。いつもね、ここで絵をスキャンして、オールドスクールなんで、なんかデジタルで描くとかがまだできなくて、そんな風にしてます。ほら、これとかさ、ここもさ、置きっぱなし。これが紙、紙エリア、かわいいさ、不思議な紙とかを集めてるところです。で、こっちはキャンバスとかね、いつか使うかなと思って置いてるやつとか、これミシンね、重たい系のものを置いてるかな。何に使うんだろう、これは一体なんだろうね。キサチーフとか、まあなんかいろいろありますよ、だね。で、ここにもほら、ひどいでしょ、ひどいよね。今日はここをきれいにしていきたいと思います。
何がいいってさ、片付けしてたらもういろんななくし物が出てくるの。あ、ここにあったんだ、あんたここにいたんだっていうのがすごいね、楽しかったし、感動の再会みたいな感じになってました。髪ゾーンがすごい整って、ほら、可愛い色付きのやつとかいろんな種類があるんですよね、ここで。で、取りやすくしたでしょ。で、ここは布エリアにして、下が画材、汚いけど、まあ画材はね、すぐ汚くなるからこれでいいんですよ。で、ここは紙エリア。この子かわいいでしょ、押し花の紙。プリンターは相変わらず、この子はびくとも動いていません。そして床もめっちゃ綺麗になったし、この上にはね、ウォーター&チーズのエリアを作りました。ウォーター&チーズってのは、ルナちゃんと及川ルナとやってる、まあ、ネットプリントなんですけど、まだね、第1号シャープ1だから、ここからいろいろね、やっていきたいなって思ってるやつです。そして戻りまして、下もメッシーだけど、もう私はどこに何があるっていうのめっちゃ把握できたから最高にいいですね。そうだな、ポルコかわいい、うわー、めっちゃいいな。最後の仕上げをこの上の布に施して完成とします。じゃん。これね、昨日買ったんですけど、じゃらーん、キラキラ。でこの子本当はね、ピン止めなの。でも部屋に飾ります。掃除が何がいいってさ、綺麗になってなんかすっきりするとかだけじゃなくって、自分が何を持ってて、で何を持っていなくって、何が必要で何が不必要かっていうのがすごくね、明確になるんですよね。だから単に掃除とか整頓ってなんかそういう言葉だけでは語りきれない、なんかメディテーション感があるというか、ごめんなさいね、汚くて、なんかそう思ったね。ごちそうさまでした。Love my friend.